はいどうもミゲルです。今日はですね、このウランジのボールヘッドを紹介したいと思います。はい、ということで最近ですね、外撮影ではよく iPhone を使うようになりまして、まあ気軽に手持ちだったりとか、あと長さ調整ができる自撮り棒みたいな三脚を使って撮影してたんですけど、その2つの撮り方でやっぱ問題なのがマイクなんですよね。iPhone 本当映像が綺麗で、外で太陽が出ててもう明るさは十分って時にはもう iPhone で本当に十分なんですよね。なんですけど、やっぱりこのマイクの問題だけが本当に iPhone ちょっと難しくて、風切り音とか、あとこう喋ってる声とかをちゃんと入れようとすると、まあちょっと iPhone の内蔵マイクだと厳しいということで、まあ基本的にピンマイクか、まあ外付けマイクをつけるという感じになるんですけど、僕はあんまりピンマイクを使いたくない人なんですね。結局データを後でガッチャンコしなきゃいけないんで、まあ一手間こう編集の工程が増えてしまうので、まあちょっとピンマイクっていう選択肢はなくて、そうするとまあ外付けマイクってことになるんですけど、でこれまではこれぐらい短い2話のボールヘッドに短い足をつけてるっていう感じで、まあこれで手軽な三脚として使ったり、まあこのスモールリグのボールヘッド付きの三脚を使ったりして、そしてこのスマートフォン用アダプターにこんな感じで取り付けて、でこの上の部分にコールドシューのマウントの溝がついてるので、ゼンハイザーの MKE200 をこんな感じで装着して使ってたんですけど、これのちょっと問題点が一つあって、MKE200 がですね、前方向後ろ方向にこう回転できないっていう問題があったんですよね。でも iPhone だから気軽にこう前後切り替えできるし、まああと以前の動画でも言ったんですけど、カメラと違って軽いからこうすぐ本体をこう寝かせることができて、まあ一応こうちょっと手間にはなるんですけど、まあこれぐらいだったらまあいいかなと思って普通に使ってたんですが、今回実はですね、Amazon のプライムデーで、別に強いてめちゃくちゃ欲しかったわけじゃないんですけど、すごく安くなってて気になったボールジョイントがありまして、一応ポチっておいたんですけど、プライムデー終わってからも、一応開封はしたんですけど、まあ大してちゃんと見てなくって、ポンと置いてたんですけど、2、3日前に手軽な三脚もう一本欲しいなっていうことで、三脚の部分足だけを買いまして、でそのウランジのボールジョイントにつけたら、これがミラクルなちょっとセッティングになりまして、ちょっとあまりにも便利だったんで、今日は紹介したいなと思って動画にしております。ということで今回購入したボールジョイントと三脚がこれなんですよ。パッと見わざわざ紹介するほどのものかっていう感じなんですけど、で僕も初めそういう思いだったんで紹介する気もなかったし、まあ、もっと言うとこのボールジョイント別にこれじゃなくても他のやつでもどれでもいいじゃんって思ってたんですけど、これがですね素敵アイテムだっていうことに気づいてしまいました。で何が素敵かというとですね、まあとりあえずじゃあさっきの iPhone を取り付けてみますね。はい、ということで取り付けた状態がこんな感じになります。さっきとの違い分かりますか？そうなんですよ、マイクがですねこの頭につくんじゃなくて根元につけられるんですよ。そしてさらに回転するんですよ。それも非常に硬すぎず柔らかすぎず非常にいいバランスで回るんですよね。ということでこれで気軽に前後のマイクのセッティングが変えられるということで、初めこのボールジョイントを買った時にここにコールドシュー用のマウントがついてるの知ってたんですけど、こんなところに何つけんだよって思ってたんですけど、これがねここにつけたらめちゃくちゃ便利だってことに気づいちゃいまして、ちょっとこれめっちゃ良くないですか？そしてこのボールジョイント単品で買ったんですけど、つける足がなかったのでちょっとこれも新たに新調しまして、これもウランジなんですけど、ウランジのねこのプラスチックタイプのコンパクト三脚ですね。でこれまでの超短いタイプよりかは長いんですよ。でも長すぎないというか、このスモールリグの三脚よりかは短いんですけど、めっちゃ短い三脚よりかはちょっと長いということで、ちょうど中間ぐらいの長さなんですよね。なので三脚としても使いやすいし、でこの持ち手としても非常にプラスチックで軽くてコンパクトで、であんまりチャッチー感じはないんで不安感もないんですよ。これねめちゃくちゃおすすめです。でさらに
これ足1段階伸びるんですよね。1段階伸びるんで、乗せるものが重くて不安な場合はこの足の開きがより開くようになるんで、さらに安定するのと、でほんのちょっとだけ高さも稼げるんで、この1段階あるだけで十分リベース性が上がるという感じになっております。実はこれまでマンフロットのミニ三脚すごい愛用してて、あれめっちゃ使いやすかったんですけど、一つ問題があって、ちょっとね重さに耐えられない問題がありまして、まあアルファ 7C ぐらいだったら、まあ、ギリ大丈夫なんですけど、でも 24-105mm のレンズとかつけちゃうとストッパーがねこう効かなかったりとかするんで、まあ FX3 とかだともう全然無理なんですよね。なんか徐々にこう傾いていっちゃう感じで、なのでコンパクトだけどしっかりとしたボールジョイントの三脚が欲しかったんですけど、で別に今回その思いで買ったわけじゃないんですけど、結果これめっちゃいいなんかコンパクト三脚になったなと思って、これね iPhone だけじゃなくてカメラにもおすすめだと思います。重さも検証したんですけど、 α7C でも FX3 でも 24mm105mm のレンズをつけてかなり重いセッティングでも耐えることができましたので、コンパクトなのにしっかりしてるということで、まあでもねさすがにそのセッティングでコンパクトは多分求めないと思うんで、多くの方がそのセッティングで使うとはちょっと思えないんですけど、こう気軽にちょっと三脚として使いたい時にはこれ非常にいいと思いますし、やっぱりねこの iPhone で使うにはこれめちゃくちゃいいと思いますね。このクイックシューの幅がちょっと細めなんで使えるんですけど、不安な方はいるかと思いますが、僕は全然逆にコンパクトでこれいいなと思っております。でさらにですね、以前の動画でも話してるんですけど、このボールジョイントがあることにより α7C のマイク問題も解決いたしました。この α7C に MKE200 をつけるとやっぱりこう前後またこれも回転できなくって、いい感じのアダプターもやっぱりないんですよね。なんですけど今回のジョイントを使うとちょっとイレギュラーな形にはなっちゃうんですけど、このマイク問題に関してはもうこれで大解決するという感じでございます。最近僕はもうカメラは三脚とかグリップとかもう使わなくて、こう本体だけで持つっていうのがマイブームなので、もうここにはスティックをつけずに、まあつけてもいいんですけどね、つけてこのままスタンドとして使うこともできるんですけど、なんかねやっぱこの持ち手でね持ってるよりも本体だけでこうやって持ってる方が重さを感じなかったりするんですよね。自撮りの時とかもこのレンズの部分をこうやって持っちゃった方が意外と軽かったり、あとねこのレンズのところを持つことによって焦点距離をより稼げたりするんですよね。なんで本体のまま行きたい派なので、そうなるとここにちょこっとまあついてるだけでこのマイクが稼働できるっていうのはめちゃくちゃ便利だなと思っております。はい、ということでウランジのボールジョイント、ウランジの折りたたみ式のミニ三脚、この組み合わせめちゃくちゃおすすめです。ちなみに一つポイントとしては、このマイクをつける方をこのコードが出てる反対側にセッティングした方がコードの干渉がないので、撮ってる間にノイズが入ることもないので、 iPhone の場合はこの端子とは逆の方向にセッティングするのがおすすめです。 α7C の場合はうまいこと干渉しないようになってるので、この端子がついてる方につけてた方が多分良いかと思います。こっちのグリップをね使うこともできるので、この右側に来ちゃうとちょっとね手がこのマイクに当たっちゃうっていう問題があるんで、カメラの場合は多分端子側につけた方がより使いやすいかと思います。はい、ということで今回はウランジのボールジョイントとミニ三脚の紹介でございました。この動画いいなと思っていただいた方、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでまた皆さんお会いしましょう。じゃあねー。